どうも皆さんこんばんは、夏目さんちのおけです。着衣急ぎん着と膠着状態にあるさやです。何があったんですか、着衣急ぎん着と。この状況を打破するために着々と準備を進めている次第です。急ぎん着だけに着々。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。ででんティラノよりサイルス以下。え、ティラノサウルス。かわいい、ちっちゃいね。かわいいでしょ。こいつはこれはティラノよりサウルス以下。いや、ティラノサウルスよ、でかいやつよ。この巨体をどう支えてんの、この足が。角のごぼうで刺してくる。怖いよ。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。来週募集。はい、ラスボスでございます。ラスボスっていうのはもうラストボス、もうそのままですね。そうですね。はい、ゲームには必ずラスボスが存在します。最後の難関ですよ。はい、もう最後の最後の難関にラスボスが存在するんですが、はい、まあ強いわけです。そうね、もう皆さんのね、はい、思い出のラスボスっていうのは誰ですか？私はお母さんです。何があったの？仕上げはお母さんって言うじゃない。言わないだろ別に、そういう意味では。ということで今回やっていく企画はこちら。どどど、プロの絵師が紙いっぱいにゲームシリーズ最強ラスボスたち描いてみた。忌まわしきこの運命に終止符を。はい、ということで今回ですね、はい、がっつりお絵描きするだけの企画なんだけど、はい、テーマとして、はい、もうみんなの思い出のラスボスたちを描いていきたいと思ったので、まあツイッターの方で募集させていただきました、ね、もういっぱいいただいてね、はい、たくさんいただいたんですけれども、うん、中でもピックアップして謎の草を集中的に描かせていかがなこと思います。どういう世界線？だって私の友達400人ぐらいそこで積んだっつうの。そう。ということでじゃあ早速やっていきたいと思います。はい、ということで紙なんですけど、ズシュン。うわ、来たよ。でかっ。でかくない？え、マジこんなでかく描く？はい。え、こんなでかい、大丈夫？終わるこの動画。はい、不安になっちゃうな。今回こちらでご用意させていたのは、はい、これ A3？ はい、A3 以上ありますね。これなんか A3 とかです。頑張ります。誰なんだよお前は。それでラスボスです。お前ラスボスだったんだ。まあ確かにいそうだけど、その声ラスボスに。まあゲイさんの人生のラスボスってさえみたいなとこあるよね。人生の墓場って。あはははじゃねえだろ。はい、ということでまあまあまあ、どうしようかな。これラスボス皆さんに発表してきますか。では行きましょう。はい、ここに今から書くラスボスの名前を一気に表示したいと思います。じゃ皆さん行きます。今回書いていくのはこいつらです。どん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 。オーナイ終わるかなこれ動画。いや、大丈夫かな。行きましょう。大丈夫ですかね。はい、源さんなら大丈夫です。マジですか。はい、源さんなら大丈夫です。なんで源さんだけ強調するんですか毎回。全部の責任は源さんにありますからね。怖いよ。ということで早速書いていくんですけども、どうしましょうか。じゃあやっぱね、1枚の絵に仕上げていくというわけで、構図とかねちょっと考えていきましょうよ。構図考えるんですか。まず右の上から左の端に流しそうめんを流すためこう竹筒を描いていくというわけで、でこの辺でお鍋パーティーしてる感じがいいかな。そうするとここがオムライスになるわけなんだけど、大丈夫？ここまでついてこれてる？ついてこれてないから黙ってんだろずっと。オープニングのここの画面描いてるんじゃないんだよ別に。教えてって言ってたのに。あれでね。はいはいはい。じゃあ真面目に構図考えますよ。まあまあまあ、はい、どうしましょう。はい、私、うん、描きたいキャラがいます。あ、いるんですか。はい、もうざっくり描きたいキャラがいるので、うんうんうん、この辺にこう、うん、なんかさやのこういう感じでこういっぱいこっち向いてて、あーそういうね、ゲサは鬼なので難しい右方向右向きのキャラがいっぱい。あ、確かに確かに、そういうことか。はいはいはい。あ、そうそう。真ん中どうするんですか。真ん中になんかこう、まあなんかザボスみたいなボスを描くかということで、ここに誰が来るかなんですよね。そうだね。まあいろいろいただいてるんですけど、うん、みんな知ってるおっかって言ったらもうクッパですよ。クッパだな。てかここさ、うん、クッパさんがここにこういるでしょ、うん、ここにドラクエのゾーマとか置くのどう。あーかっこいい ね、 ここね、ここドラクエのゾーマゾーンにしてね、うんうん、あ、いいじゃんいいじゃん。お、いいじゃん、ね、いいじゃん。じゃあということで早速書いていきたいと思います。紙いっぱいにラスボス書いてみた。よーい、スタート。え、腕って、でででウェドウェドウェ。うわ、書いてる書いてる。ツイッターでね募集させていただいた時に、うん、まっとくいのが一番多かった。一番多かった。すごいね、やっぱりあのコアなファンが多いね。忘れられない強いボスって言われたら確かに苦しいもん、うん、あれは、うん、よかったよ。クッパすごいの、お前これ誰に捕まってんのお前っていう。確かに着脱可能なのかな、ね、ちょって脇じゃん。めっちゃ脇汗かくやん。脇締めた時にさ、いってってなるよねこれ。刺さるよこのトゲ。ワンチャン毛挟まるし。毛、クッパに脇毛はないだろさすがに。逆にクッパの脇毛隠したいんじゃない。脱毛行って。あ、セフィロスの歌ってさ覚えてるよねみんな絶対常識的に。え、
えエスタンスインテリウスイラペエメンティエスタンスインテリウスイラペエメンティサフィロスやめろドゥ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 やめろサフィロスなんだよ社会的競技を受けるぞなんだそれこのセフィロスあれだよあの歩いたら靴からアウト出る私は思い出にはならないさプピー決まらなすぎるだろそのセフィロスあのレッド戦でさディン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 ピュンピュン81ってなってる What happened? ちょっと当時湧いたよねあそこにいやそうそうみんな震えたよねあれ絶望的だったえこんなにチャンピオンとさ開きます、ね、って思ったもん、ね、ドットコハム太郎3のねラブラブ大作戦みたいな感じのゲームに出てくるんですよデビハムくんっていうのは誰が欲しかったんだその情報くっそ難しいんだよこのゲームあそうなんだまずねあのハム太郎に言語能力がないのえハム太郎じゃないじゃんそれただハムスターじゃんハム太郎という名のハムスターじゃんそれあそうなんだけどということでワクワクさんとゴロリごっこしようワクワクさん今日は何をつけるのそんな怖かったっけゴロリって今日はね人間だよワクワクさん皆さんここに今から誰が入ると思いますか多分ね令和で最も人を苦しめたラスボスだと思う、うん、これはそう、ね、今まさに恐ろしいラスボスがここに描かれようとしていますはあ緊張しますねこの丸みを帯びた俺は全ての富の落ちる音を引き逃さない耳ダナも参戦ピュッてれ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 はいということで今回はやめて桜井さんいやこのキャラは本当に調整が大変でした桜井さん休んでおー下書きが完成しましたよさあということでゲンさんもペン入れですよ、はい、ゲンさんもペン入れタイムに入りますねイエーイはいということでまあまあまあちょっと時間がかかったのでだいぶ時間かかりましたのでこのペン入れのところはかかはいもうタイムラプスで一気にいっちゃいたいと思いますチュピーっとねチュピーっと、はい、でこれあの画面面積的にちょっとねさや、はい、さんのが3分の1ぐらいでそうですね僕が3分の2を占めてしまったので、はい、かなり僕の方のペン入れの時間のが長くなってしまったので途中からさやさんが退場しますはいそうなんですさや、うん、さんがいなくなった時からみんなの前でイマジナリーさやさんを想像してねえ想像しなくていいだろ別におげんさんがゴリゴリ書いております。ゴリゴリ書いております。いいですね、はい。今回太さはいくつぐらいで書いたんですか？今回はこれはね、はい、0.2 だね。おー、0.2、0.3 を、そう、細めのやつでひたすらこうちまちま書いてるって感じですね。おー、出来上がっていきますね。はい、まるでけんちん汁のようですね。例え話として下手くそすぎるだろけんちん汁。おげんさん質感好きだもんね。煮込むの。煮込むの？間違えた。おいけんちん汁の話すんだよ。絵描いてんねこっちはよ。おかやろ。終了。ということでですよ。はい。すでに収録開始から3時間が経っておりますが。そんなに経ってんの？ようやくここの線画が出来上がりました。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。いや、マジでね、本当にラフも何もないとこからここまで来たから、うん、かなり頑張ったと思う。僕がこんなスペース取って頑張ってね、線画をやらせていただいたんだけど、はい、なぜかっていうとですね、ここからさやさんが地獄のカラー作業が待ってると。地獄っていうほど、そんな簡単な、そんな簡単な言葉で済まさないでほしい。はい。ということでですね、ここにいるのは、皆さんわかるキャラがほとんどではあると思うんだけど、どう？誰だ、お前。デビハムちゃんなんて知らねえんだよ、誰も。デビハムちゃん？デビハムちゃん。これはもうみんな大好き、セフィロス様ですよ。で、これがですね、マルク。マルク。これもう、カービーのね、もうアラサーのトラウマですよ、これは。はい、アラサーのトラウマ。アラサーのトラウマ。これは、マザー3の仮面の男ですね。はい。はい、マザー3のラスボス、仮面の男。そしてこれが、クロックタワー2よりダンバローズっていう、あの、急に来たねっていう。はい、ショタ。ショタです。ショタ書きたかったんや。これなんか、このメンツいるのに急になんかマイナー作品じゃないっていう感じがすごいんだけど、これはもう趣味です。で、こちらが、もうみんな大好き。サツちゃん！腕ってもうあともうここはもうね、はい、レッドさんね原点にして頂点のレッドさんでございます、はい、悪そうなピカチュウです、うん、レベル81のピカチュウですとゾーマゾーマ、はい、クッパーキュニュキッなんだなもうハイラルの敵ガノンドルフガノンドルフ、はい、でこちらがですねあの僕がちょっとアレンジして描きすぎてわからんよって話だと思うんだけど、うん、ちょっとハイラルに住んでると思うちょっとなんかガノンと一緒にセットになってる感じあるけど違うんですこれそうあのこれエンダードラゴンですこいつエンダードラゴンなんでみんな、はい、はい、よろしくお願いしますこれがねスマブラ X の悪運の使者のタブータブーですはいということで塗っていきましょうかねじゃあこっからはゲンさんはあの悔しいんだけど、うん、いや悔しいんだよお前潮干狩りにでも行ってこいやアサリ2トン取るまで帰ってくんな
の色塗り始まり小学生の頃のシャトルランより厳しい戦いが今始まる、はい、いやマジでねこれ線画の方では僕の方に負担が来てたんだけどね、はい、色塗りは完全にさやさん担当ということでそうね、はい、もうほぼほぼ8割の色塗りはさやさんが担当させていただいてゴリゴリさやさんが塗っております、はいまあね、で今回もねいつも通りね、はい、基本的にはこう一箇所の場所には絶対2色以上はね混ぜるように使うことでこの情報量を増やして皆様により良い絵をお届けするサービスとして今後も頑張っていこうと思います。新規サービスのリリースかいやねこうちょっとね迫力をね、はい、やっぱ出すには影かなと思ってね結構くっきり影入れようかなと思いながらね描きましたね。結構こうちょっと暗めの色でね影入れてるから全体的にちょっとこうおどろおどろしい感じに、まあね、まあラスボスだからね、うん、全員こいつらなんと言っても、ね、いやそうでもそう、うん、ちょっとその雰囲気ね出したかったからねもはやね今回ね、うん、一個一個のところにね少しずつ時間かかってるからドライヤーすらないのいやそうなんですよだって別のとこどんどん描いてるから一個描くと一個乾くんだもんいやでもどんどん背景も入ってはいで、ね、今回ちょっと新しい絵の具をちょっと試しましてねこれでもね、はい、動画のね中ではちょっとわからないと思うんだけど、ね、マルクの羽のところとか、ね、あとあれねスマブラのボスうん、タブーンのところキラキラしてる、ね、タブーンのところがねちょっと光に当てるとね、はい、あそう、そして僕がおミリペンでちょっとベタをね濃くして、うん、パキッとさせてますねそうねよりね、はい、で色をいろいろねこうゲイさんのそのパキッとさせる線のベタとねその新しい絵の具のキラキラ感といろいろねこう今までにやってないような合作ではあるんですけどねいろいろ挑戦した作品でしたね、はい、こんなでかいからねなんかいろいろできちゃいましたね、はい、いやでも本当にもうラスボスといえばみたいなやつらが集まったんで、うん、まあいい感じの集合絵になったんじゃねえかなと思いますがそろそろ完成でしょうかで実はこの裏でね、はい、別の企画が進行していてね、はい、この絵が終わるまでにシフォンケーキが1個焼けるんでしょうか噛んじゃったよで最後僕が入れさせていただきましたデジタルの方で光の色を入れましたね仕上げ仕上げはゲンさん仕上げはゲンさんフォロワルはいということでまあなんか久々にサヤとの合作絵みたいな感じになったので、ね、がっつり描きましたねがっつり描きましたねはい、はい、ありがとうございました皆さん最後まで見ていただいてはいあと2年は絵が描けないかもしれませんがそれでも俺はここで戦い抜く大将でかすぎんだろゴンさんか